今、2時38分なんですけど、残業してたらこんな時間になっちまったっていうことで、そろそろ帰ろうかなと思います。もうオフィス誰もいないですね。で、残業を勝手にしてただけでさせられてたって感じじゃないんで、別にいいんですけど。あれですよ。会社を特定して、労働基準署に通報とかしなくても大丈夫です。で、でも、あれですね、こんな時間まで残業できてしまうような、あれになってるのも、ちょっと問題かもしれないと思うんですけど、まあ一応ベンチャーなんで、僕企画職ってやつなんで、人にお願いする企画を自分で作って、お願いしなきゃいけないんですけど、それが作り終わんないと、プログラマーの方とか、する仕事がなくなっちゃうっていうことなんで、その明日出勤するまでに仕事を作り上げなきゃいけないっていうのがありますね。でも普段から仕事が終わったら早く帰っていいみたいな、全然そういう会社なんですけど、僕 YouTube やってるじゃないですか。でそれで、最近サボってたっていうか、早く YouTube の編集取り掛かろうみたいになっちゃってたんで、あんまり仕事の方身が入ってなかったっていう感じなんで、それで今日たまりに溜まってたものが弾けたっていう感じですね。でもなんか副業で体調を壊したりするなよみたいな言われるじゃないですか、普通の会社って。もう僕の中では YouTube が本業で、会社の方は副業やぞっていう心構えでやっていますんで、もうこんな時間なんで、家に帰って寝るのもちょっと危ういなっていう感じなんで、一回ですね、住所バレるかもしれないですけど、近くに24時間営業のラーメン屋っていうのがある。そこに行ってみたいと思います。まあ、本当に24時間営業なのかわかんないですけど。まあ、こういう時間まで起きてると膝が痛くなってくるんですよね。あと目が充血してくるっていう、そんな感じですね。猫ちゃんがいました。かわいいっすね。で、無事到着しました。一蘭っていう店ですね。僕知らなかったんですけど、一蘭はチェーン店で、割といろんなところにあるみたいですね。では、早速入っていきます。で、券売機なんですけど、メニューがラーメンっていう、一品しかないっていう状態で、非常にシンプルでしたね。で、どういう店かっていうのを知らないで来たんですけど、こういう風になんと仕切りがあって、個室上のスペースでラーメンが食べれるっていうお店でした。で、ブースの中はこんな感じになっていて、なんと、こののれんを隔てて店員さんとコミュニケーションを取るっていう感じのお店でした。で、なんかオーダーの方もこういう紙で書いて注文するっていう形で、追加注文はこの割り箸の袋でするっていう、なんかコミュ障向けすぎて逆に、なんか変な感じがしましたね。で、深夜の3時ぐらいに行ったんですけど、意外とお客さんがいてですね、稼働率は、なんか席が半分になってるんですけど、その半分での稼働率は8割ぐらいありましたね。で、客層は、高校生のヤンキーみたいな人もいましたし、あと、ヤンキーの夫婦みたいな人たちも来てましたね。なんか、生活リズムが、逆な夜型の方々なのかもしれないですね。こんな感じで、ついに私のところにもラーメンが来て、お授業してくれるっていうシステムになってます。なんか、顔を合わせないでこういう注文するっていうのは、なかなか、なんか、いかにも夜のお店みたいな感じがしますよね。美味しそうです。じゃあ早速食べていきます。で、一口目なんですけど、麺も割と量産型みたいな感じなんで、一口目で、お、これは美味しいぞみたいなは、そんなにはなかったんですけど、一応深夜ということで、なんか、ハイになっちゃってるんで、割と、夜中にラーメンを食べてること自体が楽しいみたいな感じがありましたね。あと、
何気なく嬉しかったのが、この水を注ぐコップがめちゃくちゃでかくて、まあ水をガブ飲みする私でも割とごくごく飲めてしまうっていうのは良かったですね。で、あとセルフなのもやっぱり嬉しいですね。ラーメン屋さんで店員さんにお冷やくださいとか、やっぱり私は言えないんで、そこですよね。で、食べててだんだん気づいてきたんですけど、一蘭はスープがかなり美味しかったですね。なんで一口目でのその麺でのガツンってくる衝撃はないんですけど、その食べてる間にじわじわボディーブローのようにスープの旨味が効いてくるっていうのはありました。その夜中にラーメンのスープ飲みすぎるのも良くないなっていうのは思ったんですけど、もう次が最後だって思っててもついつい次飲む手が止まらなくなってしまうっていう現象がありましたね。で、なんとかスープの魔の手から逃れて退店することができました。もう今から家に帰るのにもうほとんど夜が明けてきてるんですけど、で結局家に帰ってぐっすり寝ました。翌日はなぜかちゃんと起きられました。以上です。